ロジェクトです。今回は、埼玉市営鉄道の競合私鉄、埼玉急行のとある駅の定点観測です。まず、埼玉急行の紹介です。埼玉市営鉄道の埼玉本線に思いっきり喧嘩を吹っかけるがごとく建設された私鉄です。田島から双葉でお互い切磋琢磨し、サービス向上に役立っています。埼玉急行新田島浜急市川浜急シーランドの本線と関林浜急市川の関林支線の2路線があります。また空港高速アクセス鉄道に乗り入れ、埼玉国際空港へも行くことができます。種別は、特急 S、特急、快速、確定の4種類です。特急 S は特急よりも停車駅を減らしたものです。特急 S、特急は別途特急券を必要とします。それでは今回は、埼玉急行の主要駅の一つの埼玉新都駅の12時から14時の2時間を定点観測していきます。定点観測の前に埼玉新都駅の時刻表をご覧ください。全体を見せるとかなり小さくなってしまいました。アップにするとこんな感じです。今回はこの12時から14時のところです。
というわけで、定点観測でした。動画作ってダイヤ見直すと、かなり偏ったダイヤになってるなぁ、と反省しています。種別や行き先の偏りを減らしたいですね。別マップ作るときには、そこら辺も考慮していこうと思います。それでは、皆様ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、評価、コメントお願いします。